はいどうも、世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、ということで MR アバター上杉謙信ちゃん、昨日は戦役のパフォーマンス一緒に見てきましたが、はい、今回はこの上杉謙信ちゃんを実際に対人戦で使ってみてどのぐらい活躍してくれるのか一緒に見ていきましょう。まあ MR アバター化して2回復活できるようになったんで、でしかも復活後岩鎧で HP 上限の 20% でダメージを抑制するっていう、まあタンク寄りにだいぶ進化したキャラクターになるので、別に主力を使いつつこのキャラクターはあまり育成せずに対人戦で使うことができると、はい、いうような気がするので、まあそこ重点的に見ていきますか。はい、ですがその前に、はい、恒例のテケテケ配課金ホーム画面争奪戦、まあもうテフちゃんがね今連勝を重ねてるわけですが、まあそろそろ毎回隠すのも大変なんでホーム画面の副将ちゃん変えたいところ、まあより悪化してますがいやていうか上杉ちゃんの場合、これホーム画面連れてきたらどこまで連れてくるんですかね。この温泉とかも一緒に連れてきちゃうんですかね。あとお猿さんたちはどうなるのか、はい、ちょっとホーム画面連れてきますか。あ、水浸しですねこれはひどい。もう今までで一番無理やり感強いですね。これは結構持ってきましたね、いろいろ。木の枝だとかこの宇宙とか後ろの岩なんかも持ってきちゃうんですね。これに合う背景探す方が大変ですね。あ、これめちゃくちゃ合いますね、水辺の背景。これは全然違和感ない。はい、あとこのハロウィン背景が意外と上杉謙信ちゃんの足先が透けてるせいで幽霊みたいになっててちょっとだけマッチするんですよね。意外といけますね。そんなことないか。はい、ということで今回のホーム画面争奪戦勝者は、はい、テフちゃん。まだマシと。はい、いうことでもうちょっとテフちゃんでいきましょう。さあ、ということで上杉謙信ちゃんの対人戦見ていきますか。はい、一応今回の謙信ちゃんに関してはもう装備なんかはそこまで強いものを装備せず、準主力よりもう一段下の中堅ぐらいの上杉謙信ちゃんで、まあ戦役の役目を終えた後闘技場に一応入れておくかぐらいの手の、はい、柔らか上杉謙信ちゃんで、戦力640万、細かいステータスはこんな感じの謙信ちゃんを使ってみて、まあ、これでタンクとして機能するかどうか、はい、前衛前列置いてみました。はい、あとは称王が790万で、主力が各挙兵1700万と、はい、ナタ800万がいて、はい、あとガラハットですね、はい、1500万で HP 1950万のガラハットがいて、まあ長老プラス挑発で各挙兵を守ってる間に、まあ、各挙兵味方のスキル終わりに自分の敏捷地ベース防御無視攻撃を敵陣に飛ばすことができるので、まあ、各挙兵を長老挑発で囲いながら横槍の敏捷地ダメージで応戦していくというような戦い方でどうなるか、これちょっと楽しみですね。で、あと応援にバッファーが出てきて、最後余裕気が準主力として1400万と、はい、ような感じので気になってます。さあ、ということで今回も元美課金編の SKG メンバーとやっていきますか。はい、SKG のメンバーのみんなよろしくお願いします。さあ、じゃあまずロファートさんいきますか。はい、コタ1800万、ヤークス1300万で、モルドレット1500万、600万のナタにガラハットが600万で、バッファーが出てくる感じですか。あ、最後テフいるな。 HP 1700万。いや、 MR テフはきついっすね。全く勝てる気しませんが頑張ってもらいましょう。さあ、まず上杉謙信スキル1、武器なんかは強くしてませんが筋力値ベース防御無視攻撃がついたので、相手の育成不十分なキャラクターには致死ダメージ届くぐらいいきますね。さあ、そして集中攻撃は上杉謙信が引きつけるので、コタちゃんの攻撃は上杉が受けると、はい、ガラハットができない仕事をやってくれますね。はい、そして207万のダメージ、今のは 20% 制限出ましたね。さあ、そうやってる間に各挙兵、はい、相手追い込んでいって、さあ各挙兵の追撃に関してはHP が 50% 以下じゃないと発動しないので、ちょっとこの状況だと厳しいですね。あ、そして今モルドレットの攻撃も 20% 制限で一発耐えましたね。やっぱり育ててない方が 20% 超えるようなダメージ受けるんで、意外と見れますね、岩鎧の効果。さあ、ガラハットに追加攻撃、はい、ガラハット落として、そしてミムで上杉謙信に HP 補充と、はい、上杉謙信のスキルに、はい、弱ってる子を落としてきますね。あ、ただ反射で1回落ちちゃいました。さあ、最後の復活使っちゃったんで、でしかも HP が 50% 超えちゃったんで岩鎧が発動しませんね。はい、今挑発も切れちゃってるんで、これ復活で挑発剥がれちゃうんで引き付け機能そこで終わっちゃうんですよね。はい、各挙兵のスキルに、いや頑張ってますね、モロちゃん相手にここまで粘れればなかなかのもんですね。あ、落とした、うん、行きましたね。いや結構いいかもしれない。はい、テフに各挙兵やられちゃいましたが、あと余裕気残ってますからね。はい、上杉謙信のスキル1、一巡してきました。いや、上杉さすがタンクですね、ここまでよく生き残りましたね。はい、ということで余裕気出てこずに勝利となりました。いや、ちょっと上杉ガラハットをナタの中に各挙兵隠して敏捷地ダメージでチクチクやっていくのいいかもしれませんね。これ楽しいな。じゃあお次、鹿之助さんいきますか。はい、打倒太郎鎮ってことで、はい、小800万のカエサル900、ナタ700の1100万、阿部の生命フォート1800万、あーで僕でいますね、はい、生後前剥がしキャラクターラフマのコタちゃんで、最上義明と、さあちょっと見ていきますか。さあ、すぐ挑発入って、まあ、ちょっと小王がスキル2で剥がしに来るんで、だいぶきついですね、小王落とさないと。さあ、集中攻撃のカエサルの攻撃はしっかり上杉謙信で全体を受け止めて、一応300万ぐらい格上でしたね、カエサル。
しっかり受け止め作業やってくれました。で、ナタに攻撃、核拒兵吸われちゃいましたね。いや、ショーを落としたかったんですが、いや、ナタ厄介ですね、ほんと。まあ、ただ、こっちにもナタはいるので、HP50% 以下の阿部の攻めを拒兵ちゃんの敏捷で追撃落とし、あ、ガラハットの剥がされちゃいましたね、トーハ。さあ、そしてガラハットのスキル1、HP50% 以下のナタに対して、ショーが追撃、核拒兵が追撃。さあ、そして、ホートの範囲攻撃からの連撃、いや、上杉痛い。はい、連撃の部分、ランダム攻撃なんで、上杉が引きつけちゃうんですね。で、集中攻撃のコウタちゃんなんかも受け止めたいんですが、挑発が剥がれちゃってるんで、いや、キョヘイちゃんに行っちゃいますね。復活で一回剥がれちゃうのは、若干使いづらさありますよね。さあ、そして、ショウが生後剥がし、はい、岩鎧も剥がされてしまいました。やっぱりバフ剥がしキャラクターがネックになってきますね。さあ、そして、カエサルの HP が低い相手に対する連撃。はい、復活して岩鎧で戻ってきますが、HP がこの時点で高くなってしまったので、攻撃対象が核拒兵に移動と。はい、あ、でもなんとか耐えましたね。で、スキル2で相打ち。うん、だいぶ頑張ってますね。いや、で、ここで最上か。いや、これきついっすね。はい、ナタが落ちて、上杉謙信は 20% 抑制カットで今耐えましたね。多分本来一撃で落ちてるやつでしたね。今のはナイス。さあ、このまま2巡目のスキル1まで迎えられたらいいですが、はい、スキル2のランダム攻撃。はい、これもしっかり耐え切って、なんとか2巡目いけそうな感じですね、これは。はい、余裕気も出てきて、さあ、2巡目上杉謙信。援護挑発か、間に合いました。いや、すごいですね、この育成具合でさっきから残りますね。さあ、あと最上を落とせるかどうか。はい、最上降臨状態にしちゃったので剥がし機能が今ついてしまいましたが、この隙に落としたいところ。はい、ガラハットの生後剥がしでは残念ながら筋力負けしてしまってるので、最上剥がせず、上杉謙信のスキルにもあまり強くないので、いや、もうちょっと余裕気頼みですね、これは。ちょっときついか。いや、最上が強い。はい、残念ながら押し切れませんでした。まあ、途中で挑発切れて核拒兵が追い詰められてしまったのが厳しかったですね。はい、鹿さんありがとうございました。じゃあ、桜子さんのグダグダいきますか。はい、アウグス1200の俵1300、モルちゃん500のリシ600、ガクシン出てきて、はい、オーキジン900、ボクデン700の、あとバッファーっていうような感じですか。さあ、見ていきましょう。はい、上杉が今50%以下にモルちゃんしたので、核拒兵の追撃入りましたね。早速復活1回使わせて、はい、また追撃していって、さあ、育成不十分なモルちゃん、このまま核拒兵で落としちゃいますね。あ、ただ上杉に来ちゃいますね、この死亡反撃が。はい、なんとかただ耐え切りましたね、ギリギリ耐え切りました。さあ、アウグス HP50 倍かなんで、核拒兵がスタンバイしてますね。敏捷ダメージギリ届かず。はい、そして上杉2回目の復活。はい、HP50 倍以下の李氏に追撃の敏捷ダメージ。はい、1回致死ダメージ無視で抗議化まで持っていって、いや、またガラハット剥がされちゃいましたね。はい、長老で、ボクデンが、うまいこと剥がしに来ちゃいますね。さあ、HP50% 以下がいないので、敏捷中の追撃が出ませんね。さあ、タワルトタの連撃。ガラハットの長老剥がされちゃってるんで、引きつけられませんね。さあ、そして核拒兵のスキルになんとか間に合いましたね。はい、タワラトータ落としに行きたいですが、生後バフが足りないので、攻撃回数がちょっと足りませんね、これ。から、ナタのスキルに、タワルトータ HP50% 以下にすれば敏捷ダメージ飛んできますが、ギリ届きませんでした。あー、で、上杉謙信もここで落ちると。まあ、粘ってくれた方だと思いますが、やっぱり厳しめですね。まあ、ただこちらまだ余裕気いるので、はい、お相手さん、ここで李氏の抗議が切れて、あ、まだこのバグ残ってますね、抗議切れないやつ。いや、これほんと厄介ですよね。さあ、ここで切れるか。あ、やっと切れましたね。いや、これ運営さんに早く修正してもらいたいですね。はい、まあ、ただ2巡目の核拒兵のスキル1で李氏も落として勝利となりました。まあ、復活ができるとはいえ、耐久やや心配な核拒兵にガラハットとか上杉謙信つけるとやっぱり生きてきますね。じゃ、太郎さん行きましょうか。あー、ハンニバル1300万、ちょっときついっすね、核拒兵でやっていくの。はい、ニミエが900万でガラハット HP2000万、はい、モルドレッド2100万。はい、めちゃくちゃ強いモルドレッド、しかもガラハットとハンニバルがいて、まあ、こちら以上に長老をしっかり作ってきてますが、まあ、こっちは挑発&長老スタイル VS ダブル長老スタイルということで見ていきますか。ちょっと主力の差がモルちゃん VS 核拒兵ってことでだいぶきついですが、いや、まずこの敏捷ダメージしっかりハンニバルが受け止めちゃうんですよね。まあ、ここがまずきついですね。せめて HP50% 以下にしたいですができず、はい、今本当はコキビに敏捷ダメージ追加で核拒兵やるとこなんですが、それハンニバルが受けちゃうんですよね、長老で。はい、追加ダメージ、うん、吸われますね。ちょっと核拒兵にとっては天敵ですね、これは。せめて核拒兵が1回死亡して復活してれば生後剥がししながら撃てるんでまだいいんですが、はい、まあ、ここで生後剥がして、新月剥がれましたね。はい、これで落とせれば復活できないんで、このまま行きたいですが、モルちゃん来ちゃいました。
はい、モルの攻撃もガラハットで受けて、あ、核兵ここで一回復活。まあ、ただここで一回復活できたのは潔くていいですね。あのこの後聖護バフ剥がし機能がつくんで、ガラハットなんかとの戦いにも備えられると。あ、落としましたね。というかさあ、ナタ HP50% 以下にできず、はい、2名の攻撃、はい、しっかり 20% でカットしてタンクムーブしましたね今、はい、そして、はい、しっかり剥がしながら殴っていくということで、核兵への敏捷ダメージ今冴えてますね。さあ、このままモルとニミエ剥がしながら殴って追い込んでいきたいところ。まずはニミエから影子を剥がしたいですね。さあ、ダッキーの回復からのもう一回ニミエ、影子を剥がしてくれ。今のは違いますね。影子は物理的に壊した感じ。さあ、そしてモルの連撃痛すぎる。あーっと、核兵終わっちゃいました。まあ、ただ一回剥がして、あと上杉謙信も今ナイス反射ダメージでモルちゃん一回復活させたんで、これでラストかな。もしかしたら楊勇気が頑張ってくれるかもしれませんね。まあ、よくタンク陣頑張ったかなってとこですが、まだ2名踏破残ってましたか。いや、これは向こうも向こうでハンニバル、ガラハット2名と、はい、タンクムーブできるキャラクターたくさんいますね。まあ、ただ一発で落として、さあここから援護の上から落としきれるか。いや、惜しい、ギリ届きませんでした。いや、格上モルドレッドにあわよくば勝てるところまで行きそうでしたが、まあ、上杉のタンクムーブだったり反射爆弾役としてモルドレッドに復活使わせるあたりナイスでしたが、惜しかったですね。でも今のところちゃんとタンクとしての動きはバッチリやってくれてますね。じゃあオニオンさん行きますか。モルドレッド1900万、はい、今度は前衛モルドレッド、はい、カラテーフ HP1900 万と、はい、広政1300万のアーグスが2100万。これまた強いアーグス出てきてますね。さあ、ちょっと見ていきましょう。上杉謙信でどこまで行けるか。はい、ここら辺の育成隊だとどうしても育成不十分になっちゃう。将王なんかに影子を前に落とすというムーブ決めてくれましたね。いや、筋力値ベース防御虫攻撃ついたのはここら辺の育成隊だと意外と梅雨払いとして武器作ってなくても働いてくれるんで結構ありがたいですね。さあ、核挙兵スキル1で、はい、モルちゃんまで追い込みたいですが HP50% 以下にできませんでしたね。さあ、そして一発復活まで持ってかれてしまいました。はい、しっかり HP50% 以下に低伏して、はい、追加やってきますが天然ボケ返ってきて、こっちも落ちて、いや、テーフが厄介本当に。はい、アーグスのランダム連撃、はい、だいぶ格上でしたが今5発分受け止めましたね。いや、素晴らしい。やっと、そしてモルドレッドにやられちゃいましたね。核挙兵がアタッカーいなくなっちゃうともうタンクだらけだとどうしようもないんですよね。はい、これはちょっと厳しいですね。まあ、テーフとモルドレッド並べられると死亡時反撃がえぐいことになるんで、ここら辺の育成隊だと、あっと、モルドレッドの攻撃しっかり頭打ちさせてましたが、まあ、テーフモルドレッドペア今本当に凶暴ですね。こっちがタンクで固めても主力が反撃でやられちゃうっていうパターンが泣けますね本当に。さあ、余裕気出てきますが、まあ、これはもう敗勢ですね。余裕気のスキル2でテーフの、はい、反射で落ちて負けということで、オニオンさんありがとうございました。お、じゃあ小生さんいきますか。ボループ検証中、という名の上杉謙信短期デッキ、挑発長老を無視できる範囲攻撃の強みを前面に押し出せるので意外と戦えますということで、まあ、小生さんも上杉謙信投与して2000万、謙信視力型デッキですね。はい、上杉謙信の違った使い方楽しみですねこれは。まあ、確かにこっちは挑発とか長老してる中、範囲攻撃だったら引きつけられませんからね。さあ、それがどう生きるのか見ていきましょう。はい、上杉謙信のスキル1、筋力値ベース防御虫攻撃がついたことで、いや、核挙兵に2000万、威力十分ですね。うん、ここまで格上の上杉謙信しっかり作られるとスキル1からめちゃくちゃ凶暴ですね。ということはもうスキル2はもっと凶暴なんで、いや、これ楽しみですね。はい、こちらの不十分上杉謙信はやはり微妙な火力。さあ、核挙兵のスキル2、まあ、スキル2打たす前に落としちゃうって手もありますが、いや、しっかり硬いですね。はい、タンクとしてここまで育てると十分な働きができてますね。さあ、怖いスキル2が待ってます。どうなるか。はい、スキル2の威力、いや、核挙兵やられましたね。あやめちゃんに2億出てましたね今。やば。さあ、ただお互い決め手がないまま2巡目、はい、援護挑発が入って、で、小生さんの方も、はい、スキル1、うん、しっかり弱い子を落としてきますね。さあ、決め手が全然こちらありませんが、余裕気やっと出てきました。さあ、ただその余裕気に対してスキル2どのぐらい威力出るか。いや、めちゃくちゃ強いな。4名攻撃だったんで余裕気ターゲットになりませんでした。そして援護挑発化でしっかり、はい、余裕気の敏捷値連撃も特に敏捷ダメージに強いので耐久しきると。確かにこれは強い。で、しかもしっかり育ててるんで火力もあるんでね、届いてますね、しっかり火力。はい、余裕気落とされました。はい、最後ガラハットもしっかりスキル2の方で深手を負わせていって、
はい、かなり自利品勝負ですが押し切りましたね。ガチ育成上杉謙信、いやこれはお見事。上杉主力のガチ育成っていう選択肢もこれ視野に入ってきますね。戦役任せつつ闘技場も任せちゃうと。まあただ、まあ今流行りの李斯とかモルドレットとかセイゴバフ剥がしが得意なキャラクターを主力に据えてた場合にはちょっときついかなって感じはありますが、はい、上杉謙信の一つの可能性小瀬さん見せてくれました。ユーリさん見てきますか。巴御前徳森バッファーが全員にガッといて、あ、上杉謙信いますね。3000万。これさっき小瀬さんで見たやつもう一回になりそうですね。で、モルちゃん2000万がいて、広政1400万の巴御前1800万。これいじめですね。いじめられると分かってていきますか。あ、ちょっと上杉めまいになっちゃいました。もう一回。あ、また。前衛を期するとこれがあるんですよね。上杉謙信、狂乱化する前に足止めされちゃうっていう。あ、で、今度核挙兵がめまいで足止めになってますね。さあ、そうこうしてる間にバッファーしっかり固められちゃいましたね。いや、師匠ちゃんにここまでやられるかっていうぐらいですが。いや、上杉のスキル値怖すぎるでしょ、これ。4000万。1億。7000万。2億。化け物ですね。さあ、モルドレットも出てきて、どうしろと。いじめ反対。はい、ゆりさんありがとうございました。巴御前徳森まで行けませんでした。じゃあ最後、リレーさん行きますか。はい、リレーさん、戦力1300万の李斯持ってるんで、まぁ、ちょっと戦力格下になりますが、まぁ、李斯相手にどこまで頑張れるか。さあ、核挙兵。さあ、李斯出てきましたが、はい、ガラハットでしっかり受け止めて、上杉にも被弾しますが、やっぱり狂乱状態なんで、封印も燃焼もならないと。いや、王騎神の余計半端ない。いや、いいキャラ持ってますね。さあ、ガラハットで剥がしに行きたいところですが、はい、ナイス剥がし。はい、から反撃で上杉一回落とされましたね。全体攻撃。はい、ガラハットでしっかりエビス受けて、はい、範囲攻撃してきますが、チョコメちゃんの祝福で勝ったと。はい、HP50% 以下がいないので、核挙兵が全然仕事しませんね。うわ、強い。いや、こういうのを上杉謙信で受け止めたいですね。はい、ただギリなんとか生き延びて、さあ、李斯の HP50% 以下にしたいところですが、なかなかうまくいきませんね。はい、ただエビちゃん 50% 以下になったんで、核挙兵の生後剥がし追撃のターゲット。はい、ナイス剥がし。多分トーハー剥がしましたね、今。さあ、李斯もあと少しで HP50% 以下。なんとか削ってほしいところ。まだギリ 50% 以下じゃないですね。さあ、みんなで投げて 50% 以下にしましょう。はい、50% 以下になりました。致死ダメージで1回復活して。さあ、上杉のスキル1、50% 以下になったんで、追撃の敏捷ダメージ。はい、これナイス。はい、ただ、李斯がここで動き出して、はい、落としてきて復活からまだ、はい、20% カット。ナイスタンクから反射ダメージ。いや、上杉がまさかの李斯を落としましたね。いや、今のナイスムーブですね。状態上態性、李斯ないんで、スコリをして、多分、ちゃんと見れてませんでしたが、罪悪流血つけながらの反射爆弾機能で、李斯に追い打ちをかけると。で、しかも、連撃の方も、タンク役としてしっかり攻撃回数受け止めて、はい、めちゃくちゃ育成不十分な上杉謙信ですが、格上李斯相手に、最後決着の一撃を入れると、いう結果となりました。まあ、これはもう、戦役メインで、闘技場への流用十分、今回仕事しましたね。これで終わろうと思ってましたが、かぐや姫さん、モルドレット、2100万。モルドレット短期ですね。エビスが1200万で、あとバッファーっていう感じ。あ、かぐや姫1000万。ちょっと面白いですね、これ。さあ、見ていきますか、あれ大やしんな。これ、騙しですね。ちょっと、かぐやさんに騙されました。あ、でも、200万でダメージカットして、はい、しっかり 20% 抑制。あ、ただ、最後、700万ダメージ受けましたね。はい、モルドレット最後の一撃、剥がし機能あるんで、本来であれば今、耐えてた攻撃なんですが、岩鎧剥がされて落とされちゃいましたね。いやー、にしても、この親父も HP3000 もあるし、おそらくガチガチなやつですね、これ。さあ、核挙兵でモルちゃん落として、はい、それをナタで受けると。さあ、そして核挙兵一回復活してるんで、生後剥がし機能が今、敏捷地追撃についてるんで、これ多分格上のモルドレットを落としますね、核挙兵で。ああ、その前にアウグスが怖い。はい、ナタのスキル中、打ち終わりに核挙兵、モルドレットに、さらに一撃、ナイス。さあ、からガラハットもまだ控えてるんで、はい、ガラハットのスキル中、打ち終わり、これもまたモルドレットに、敏捷行って、あー、ギリ届きませんでしたね。生後剥がしましたが。さあ、ただ次応援で出てくる、はい、長方の残影の後、モルちゃん落としと。いや、素晴らしい。はい、もういじめられてましたが、一矢報いましたね。さすが核挙兵。おい、李斯。するおす
っす。